かずに行け。よし。はい、どうもラッキーです。今回ちょっとラスアスやっていこうかな。まあね、初心者です。はい。ちょっと見てくださった方ありがとうございます。ただ初心者です。ほんとね、感度とかの設定もまだねできてないぐらいのね、ほんとに操作とかまだ危ういよぐらいの初心者です。まあ TPS ではですね、アンチャーデッドというね作品をプレイしていて、まあ、それもねノーティドックスさんが出しているやつなんですけども、まあそちらの作品をプレイしているわけなんですけども、ちょっとそっち前来ないか、来てないか、オッケー、そうするぞ。よし、大丈夫だ。まあ、ノーティドックスっていうね、その会社が、まあ、アンチャーテッドも、担当していてね。ほらほらほら、ほらほらほら、いいか、いいか。怖いな、ちょっと。よし、いいやったぞ。そう、その作品から入ってる人なんですけど、今回、まあ、安いよね。セールが来てたんで、ちょっと2000円ぐらいで買えたんですけども、いたな。投げ物怖くね？このゲームね、投げ物すげえ怖えよな。挟むか？回ってもいいけど。メリック。あとメリックの位置とかもさ、多分分かってる人は分かってるんでしょ？どうせ。ちょっと待て待て待て。どこだ？あれ、サブに切り替えられなかったな。難しい。まあ見ててわかると思いますけど、あ、そんなにうまくないですね。TPS 自体も、まあアンチャーテッドでね、結構な本数出していたんですけども、まあそんなに特別うまいわけではなく、まあ僕は主にね、FPS で活動というか、結構動画を出していて、ですね、だから割と、そうだね。FPS の方が見せれるようなプレイはできるんですけども、そうそうそう。でまあラサ2がまあ発表されたじゃないですか。まあそれに合わせてね、ちょっとやろうかななんて思ってたんですけども、ただ今からやってもっていう感じやねっていう、ちょっとこのさ、聞き耳立てるときに黙っちゃうんだけど。怖いから準備完了、行くぞ。さてさてさて、サポート役だからね、セミオートライフルになんか蘇生早いのとか回復できるのとかねつけてて、そっちは壁の向こうか。やったか。ナイス、オッケー、回復するぞ。敵を一人仕留めた。なんか来てるな。一応なんだろう、アンチャーテッド勢がラスアスやってみたみたいなサムネにしたら面白そうだけどね。アンチャーテッドはね、ラスアスとは全然また違うんです。なんかまあラスアスだとまあ基本的にはこういうなんだチームワーク戦っていうのが重要ですけども、アンチャーテッドの場合はね、基本的に歩きと走りの区別がないので、これ走るだけで赤点つきますよね。そう、ただほらアンチャーテッドって関係ないんで、上がってくるよな。投げるか。爆発するぞ。やれるかそれ。走っちゃおう。あれ、やられてる。こっち怖くね。いるね。そいつをカモにして、さあ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 、待って待って待って、どうする。とりあえず火炎瓶1個あるけど、どうせこのゲーム火炎瓶最強なんでしょ。ある程度は知ってるよ、もちろん。ある程度はもちろん知ってるんですよ。 OK。 このマークされたの分かるの強くね。おい、こっち来い、こっち来い。うわー、マジか。ちょっとギフトもあげたいね。待てよ、ちょっと孤立してるっぽい。一旦戻ろう。
走ってもいいよな。どうしようかな。右から来てないか。あとさ、弾の節約とかもきっとあるんだよね。弾が全部なくなると、ボックスから弾が出るとかあるんでしょ。そういう知識とかさ、ちょっと待って。おい、今いたぞ。待って待って待って、ちょっとこれ火炎瓶確実持ってこい。燃え尽きろ。とりあえずそれ持ってったぞ。走ってきてるな。一人カバー入ってくれてるから、裏から来てるんだよな。ああ、まあそれ裏から来てるのはもう知らないわ。まあでもラスアスはな、まあすごく有名な作品でね、みんな知ってるでしょ。うん。ただね、やっぱさっき言ったかな、まあ、シリーズ化する予定ではあるんだけど、今からね、今からシリーズ化してやっていってもいいんですよ、もちろん。だけど、まあ、ラスアス2発表されたとはいえ、発売日がね、発売日がまあ分かんない状態ですよ。だから発売日公表次第かな。うん、申し訳ないね、味方。ありがとう。手当てをする。ありがとう。ちょっと待て。いいね、いいね、いいね。そう、発売日公表されて、それで、やる。そうする。まだほら、分かんないからさ。そんな前から、今からまあやってもいいのよ、リハビリというかさ。ラスアス2までにね、ある程度の知識をというか戦えるようにしといてとかね、そういうのでもいいんだけど、とりあえずさ、まあまだよくねっていうのがまあ意見です。向こうだぞ。うわ、あれやり逃すか。全然物資出なかったぞ今。作るか。とりあえず火炎瓶と塩分作って、移動する。ギフトあげよう。ギフト一人仕留めた。オッケー。まあね、アンチャーテッドとラスアスの操作性も全く違うんでね、うん、そのキーというかさ、配置も。あとさ、動画で見たんだけど、今のラスアスのプレイヤーはさ、まあ、実況者さんなんだけど、すごいよね、動きが。アクロバティックっていうのかな、うん、すごかったもんね。あれ、ちょっと孤立危ないな。よし、とどめナイスだね。どっから顔出すんだあれ。どこ、うわ、マジビビるんだけど。ナイス。これ上か。ここから上がれるよな。一人確実に火炎瓶でやりに行きたいけどな。うわ、ガンミかな。強っ。何なんだろう今の武器。頭のラインでやられたんかな。まあプレイ動画は置いといて、まあ別にね、この動画上げなくてもよかったん、正直ね。正直まあなんだろう、本当に。とりあえずあれかな、今回買ったっていう、買ったよっていう報告かもしれないね。まあでも本当にね、この動画がまあ好評というか再生されるのであれば、別に今からやってもいいけどね。ただほら、今はやっぱ BF やりたいしね。
足跡したんだけど裏から怖くね、そういうの。今やっぱ BF がやっぱ楽しいというか、まあメインでやってるから。あ、犬だった。今の音はあのよくね煙幕投げられてね、あのナイフっていうのよくやられるんだわ。これ味方敵のか。発砲はしたくないな。どうしようかな。ほんとなんか孤立してただなんかただなんか回ってるだけみたいな。いやー無理か、そっち行くか。オッケー。やだ、急げ。オッケー、危ねえ。ちょっとあれ持っていこう。一人消した。よしよし。ランダムこれで湧かないか。味方が湧いてる。オッケー。セミオートは胴体3発だっけ。それカバーしに行きたいな。ちょっとナイス。もうすぐ湧いてないか。湧いてるね。見ろ、何奥にいる。メディックないです。ちょっとやったか。一層かナイフあるから。オッケー、ナイス。回復するぞ。敵を一人仕留めた。こいつか、こいつかっておい、回復させて。おいオッケー。おい頑張ろう。残りはあと一人か。弾買ってもいいな。弾買おう。終わった。移動する。アーマーは剥がされたけど頭が残ってるね。もう2人とかだったらがっつり何もうやっていいんでしょ多分。分かんないけど、メディック取っとけばよかった。ハンターだ。もう助からないな。あと一発。どこ行った。いたね。ちょっと煙幕。待て。おいおい、ナイフやろうと思ったらお前いやでも楽しい。ありがとう。ナイス。ありがとう。いやでも面白いなこうなんだろう、初心者というかね、まだプレイして1時間ですよ。そういう人がやっても楽しめるっていうのはやっぱラスアス面白いなってわけで、ただまあ様子見てだね。とりあえず今回はお試し1回プレイみたいな。面白ハマると怖いから今やりたくないんで正直。熱がほらありすぎちゃうとさ、これに熱中しちゃうからね、悪い癖というか。それでね、というわけで今回ラスアスやっていきました。というわけでまあ様子見ながら動画上げようかなと思います。というわけでラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back.